Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。12月21日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。もうすぐクリスマスですね。皆さんはサンタさんから何をもらうのかな。王子はですね、美熟女が集まるパーティーに誰か呼んでくれ。お引き取りください。マスクマンでございます。はい、先週というかこの前の土曜日なんですけれど、はい、くもじの方のね、商品お渡し会というのがありましたので、なんだかまた沖縄に行ってしまった味噌煮込みスキーと、まあ同じくですね、くもじの商品に引き取りに行ったんですけども、いやーですね、皆様と、リスナーさんとお会いできて非常に有意義な時間が取れたダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはフリー。今週のテーマはフリーです。滑りナイトのクレーム、感想などいろいろ自由にお送りください。え？メールアドレスは kiyu@kiyu、 ごめんなさい、かぶっちゃった、 kiyu.nagoya@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーは、今週は告知です。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼元部長誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい。ですね、これ先週の分が、カラオケですね。はい。このテーマでいただいてます。これをお読みしたいと思います。泉さんの特急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。カラオケには誘われても行かないと決めています。自分は歌が下手なのに、わざわざ人に聞かせなくてもいいでしょという考えがあるからです。多分この先も、カラオケには行かないと思います。じゃあまたやということでございます。でもね、うん、まあどうでしょうね、なんかこう忘年会が例えばあってね、うん、その、二次会とかに、まあ、お酒入ってるとね、結構歌う機会も多くなると思うんですけども、まあサザンさんもね、勇気を持ってね、歌ってみたらどうでしょうか。今カラオケボックスがカラオケをやるだけではなくなってるんですね。うん、そうですね。うん、食事ができるとか、いうのもあるので、なんかパーティーとかもできますね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではでは、カラオケのテーマでいきますね。はい、関西から、しなばもろともです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにさん、メンソーレ、
宜野湾を一瞬で氷の世界に変えた王子さん、こんばんは。こんばんは。カラオケといえば私ハモリの諸共で有名じゃないですか。それは冗談ですが、ハモれる曲が大好きなんです。ただ一緒に歌うのではつまらなく、ちゃんと忠実にハモれないと納得いかないタイプでして、たまにカラオケに行ってハモれる曲が流れると当然ハモるんですけど、こっちがせっかくハモってんのに主旋律を歌う人がこっちに引っ張られたりするとイラってするし、たまに自分が一人で歌っていると、俺これハモれるでとデタラメなハモリをかましてくる人がいてイラっとします。結局カラオケは自己満足でやるのが一番で、ハモるのもハモられるのもあまり得策ではないということに気がつきました。王子さんもあずさ2号が流れると、あ、じゃあ俺1号やるねっていうタイプですよね。今すごいな、あのね、今何もそのメールのね、うんうん、あの内容を見ずに聞かずにねんですけども、うん、今ね、あずさ2号歌ったらどうですかって言おうと思ったの。本当に。え、今すごいタイムリーびっくりしました。すごいですね。すごい新年新。すごいですね、うん。本当にそう思ったんですよ。1号やるねっていうタイプ？いや、僕2号やります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、ダンサーズさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。中国の KTV、ロシアの諜報機関でも、フランスの新幹線でもないですよ。中国のカラオケです。ああ、こうカラオケボックスとかそういうバーのこと言うんですかね。KTV、に行った時の話なんですが、現地の知人が誕生日だったため、自分のために営業を早めに切り上げ、貸し切りでパーティーを開いてくれ、両手で抱きしめられないほどの美人たちと日本語の曲をデュエットしたり、イチャイチャしたり、そこはまさに主治肉の楽園でした。いいな、ちょ、読んでよ。久しぶり聞いたら主治肉。その表現久しぶりに聞きましたね。コロナが落ち着いたらまた、KTV に行ってみたいですね。あ、王子のおバカ、いや、お箱は名古屋の重鎮坪井典夫大先生の極めつけおまんの方ですよね。まさか金太の大冒険じゃないですよね。ってことなんですけども。どっちもどっちだけどね。どっちもどっちですね。なんかまたこれ歌ってほしいみたいなことが書いてありますけども。歌詞も書いてあるの？うん、歌詞がね、これね、書いてあるんですけどね。うん、ただ王子ね、おまんの方知らないっていうね。え、知らないの？うん、知らないんですよね。うん、金太の大冒険わかるんですけども、今日の場合は、うん、ローラーこれわかる？え、それローラって何？いや、だから全然、普通じゃ、坪井先生のじゃないでしょ？違いますね。びっくりした。おだまり。うん、でしょ、そこが、でも、みずちゃん分かったでしょ、今。うん、分かった。なんで坪井先生の話ってそれなの？そう。いや、今ね、とっさに出ました。おだまり。最初、坪井先生なんかそれの替え歌歌ってたかなっていろいろ考えちゃったんだけど、うん。違うでしょ？違うけど、もう、電波に乗せてよろしいのかしらと思っちゃうしね。ああ、うん、金太の大冒険は全然流れてますけど。流れてますよね。おまんの方はちょっとさすがに。でもね、これを王子が歌うとですね、うん、引っかかる場合がありますからね。切りどころを間違えるから。切りどころをね。その、坪井先生の思惑通りの切りどころってやつですね。そうですね。ね、うん、だからもう当たり障りのないところで。あれですね、小鹿さんが出てくるやつね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。詳しくは歌詞を検索してください。はいはい、じゃあ読みますね。はい、カラオケのテーマで、はい、キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、カラオケ。あ、今週のテーマじゃないけど、この前のテーマ、カラオケ。カラオケはもう久しく行ってないし、長らく声を出して歌っていない気がします。体を動かしたりすることときっと同じで、もし久しく歌ったら、あれ？こんなはずじゃなかった。もうちょっとうまく歌えてたみたいなギャップをきっと感じるんでしょうね。そういう経験ってありませんかっていうことで。はい。ねえ。そう、でも久しぶりにね、この前ですね、その私会の時にリスナーさんにお会いして、いろいろお話をしたんですけど、はい、なんか久しぶりにたくさん話した気がしたんですよ。
うん、やっぱり今まで割とマスクをしてますし、まあ食べるときも基本ね、おしゃべりしないで食べてることが多いんで、そういえば、あんまり話してないなっていうことに気がつきましたね。うん。まあそうですね、うん、いろんなこうプライベート的なところでは、ね、うん、口数が少なくなってるかもしれないですね。だから、なんかね、そのカラオケ歌った後みたいな、この喉の疲れ感がありましたね。久しぶりにそれを味わいましたよ。なぜか王子はいつも喋ってるような、あれはあるんですよね。うん、仕事でも結構いろいろ話したりしますか？話しますよ。またね、まあこう、俗に言うね、白い馬車に乗りながらね、一人で喋ってることが多いですからね。危ない人だね。危ない人だね。まあ、一人で喋るというよりかですね。歌ってるカラオケの練習ですね。ああ、うん。まあね、またそのうち自由にね、カラオケができる時も近いでしょうから。ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかスルーされた気がする。え、だ、まあいいんだけど。はい。いや、あんまりいろいろことで、またね、どんどん歌わないといけなくなるから、それ大変なんですよね。もう曲が古いとかね。おだまり。そういうの。曲の古さは負けんよ。なんかそういうところがね、ちょっとね、うん、隠したいなと思って。はい、続いてですね。はい。ですね、こちらは銭形警部からです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。昔私がアパレルの仕事で鹿児島にいた時のことですが、職場の人たちと仕事が終わり、鹿児島市内の居酒屋の、あとカラオケ屋さんに行き、もともと低い声の私は、ドラマの主題歌に起用されていた XJAPAN の曲、あら、を初めて歌いましたが、キーが高いため、サビの部分を歌った歌声が裏声になってしまって、ひっくり返りました。あら、まあ、これはちょっと難しいですね、XJAPAN はですね。職場の女性上司が大爆笑したため、全員が爆笑。お三方はカラオケでやらかした曲ってありますかということでございます。でもね、これちょっと難しいというかキーが高すぎますよね、この XJAPAN の歌をね。あ、それも初めて歌ったんでしょ。これは低い声ならね、フランク長いとかね、フランク長いとかね、もともとね、銭形警部声低いということでございますので、ね、なかなかちょっとこう金の高いのはね、難しいですね。ね、勇気いりますよね、うん。練習もいりますよね。そうですね。王子も歌えないな。うん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではでは、いきますね、はい。カラオケのテーマで。おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。カラオケ、20代の頃はよく行ってましたね。カラオケの思い出は、以前勤めていた会社で飲みに行くと、大体カラオケに行き、私はなぜか当時ヒットしていた広瀬香美さんのロマンスの神様を入れられ、あんな高音が出るはずもなく、ぐずぐずのまま終わってしまいました。いや、ちょっと待って、バプラさんは、あれですね、男性ですの方なのに、なぜロマンスの神様なんでしょうね。ね。ね。最近の歌はよくわかりませんが、久しぶりにカラオケ行きたいですね。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。本当カラオケ行ってないですね。行ってない。まあそうですね。カラオケ行かないですね。いつ行ったかなっていうぐらい。うん、そうですね。いつ行ったかなってね。2年ぐらい行ってないのかな、やっぱり。お誘いもありませんので、どこにも行きませんけどね。もうまあ、なかなかカラオケに行きましょうってお誘いも難しいですよね、今ね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうカラオケのメールはありませんか？カラオケのメールは、はい、大丈夫ですね。お家もありません、はい。はい。それではですね、はい、フリーのテーマで来ています。はい。はい、あら、まあ、また、こう、王子になんか言わせたいのかな。なになになに？はい。はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。来年の運勢が気になるから、よく占い雑誌を買っています。アレックスです。ありがとうございます。ありがとうございます。来年の抱負は、今年と変わらず健康第一ですね。髪の毛も正月断髪で短くしようかな。久しぶりに王子を中村明にしてセリフをお願いしようかしら。あら、今ね、ちょっと心配なことが多いですね。ソフトバンクホークスのね、ファンの皆様はね、中日ドラゴンズがね、プロテクトから外れた選手をね、うん、もらいに行きますので。中村明に言われたい胸キュンセリフ。
はい。はい。はい。はい、どうぞ。クリスマスのイルミネーションよりも、君の方が眩しいよ。クリスマスプレゼントは、僕でいいですか？いやらちょっと今、ちょっとエッチっぽかったね、言い方がね。ちょっといろいろ妄想してしまった。中日ドラゴンズとして見たらですね、まあ私の意見でございますがね、はい、厚尾くんが欲しいな、中日ドラゴンズは。松田選手が欲しい。こんなんでどうでしょう、アレックスさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ではではですね、名古屋栄養コーナーの前に、CM 行きますか。はい、はい、じゃあ CM です。はい、キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 アキジャ美容院。整備士になりたい人、整備士学校に通う人、返金不要の奨学金、月額1万円を最大2年間支給。トリプルエイトが整備士奨学金を開始。まずはトリプルエイト名古屋でホームページをチェック。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。キウナ名古屋。はい。名古屋栄養なんですけども、本日はですね、告知がございます。はい。はい。はい。まずですね、今週の土曜日、12月25日土曜日なんですけども、はい。FM ギノワンでは24時間ラジオをやるんですね。はい。午後12時から、24時間、翌26日の12時までやるんですけども、その中のですね、1コーナー、ですね、25日夜8時のコーナーで、はい、日本全国の中継をするために我々、名古屋の繁華街の方行きまして中継をすることになりました。はい、ちょっと時間は何分かはわかりませんけど、はい、8時から8時半の間ということで、はい、やりますので、ぜひお聞きいただければと思います。うん、この3人がですね、
街中に出て中継をするんですけども、まあ、若干1名ですね、ちょっと気になる方がですね、よくない行動をしないかと。大丈夫かな、そのままなんか、はい、どっか店に吸い込まれていかないかな、っていうことだけが。それは言っちゃいけません。はい。ちょっとそこが気になるところです。ぜひ、皆様お聞きいただければと思います。はい。そして、2つ目の告知なんですけども、これはもう、先週も、はい、先々週もかな、うん、お話ししておりました。来週12月28日なんですけども、通常 FM ギノワンでは、うん、この日ですけどもお休みなんですね、うん、で FM 波とか、あとはリスラジとか、こういったところはお休みなんですけども、我々特別にですねこの、FM ギノワンのアカウント使いまして、配信をいたします、はい、時間は同じく10時からやりますので、はい、生放送ですね、はい、生放送です、はいはい。ですので、ツイキャスで来週はお聞きいただけます。うん、そして、そのツイキャスが最後、今年最後の放送と、はい。はい、いうことになります。じゃあ、あれですね。はい。本放送は、うん、今日が今年最後なんですね。今年最後です。あ、そうですね。はい。本放送は今年最後になりますので、はい、来週はツイキャスでお楽しみいただければ。ツイキャスのみってことですね、はい。はい。はい。という告知でございました。名古屋営業のコーナーでした。はい、あれですね、あ、埼玉の郷さんが杞憂名古屋の LINE で情報をよろしくお願いしますということで、はい、また直前にそれは、そうですね、はい、LINE 登録されている方は、配信いたしますし、SNS でも配信いたします。はい、確認ください。はい。ちょっとよろしいですか？はい。ですね、王子、こう、全然ツイキャスのね、うん、コメント見えないがためにですね、いろいろ書かれてそうなんですけども、うん、全然見えないんだよね。うん。ほんと、ツイキャスではね、うん、葛飾の陳さんが、いや、卵さん見えてなさすぎとかね、埼玉の郷さんが、はい、もう見なくていいじゃんって。ああ、一応見えてるとかね、画面上はあれなんですけど、全然字が見えてないっていうね。でもそれ見えてないってことだよね。うん、なんか書いてあるなっていうのがね、わかるだけでね。はい、ツイキャスはじゃあ私が拾いましょうね。なんか怖いわ。ということで、メガネ変えてください。本当ですよ、もう、はい、老眼なんだか金眼が、ね、よく見えてないか、そうだね、もうダブルパンチだからね。本当困りましたね。はい。ではね、メール紹介します。はい。はい。ラジオネーム、葛飾の陳さんです。ありがとうございます。はい、先週は、滑りナイトでしたね。電話に出る勇者がいて、すごいって思いつつ、うん、皆さん盛大に卵さんからのトーク巻き込まれ事故に遭っていて、放送であることを忘れてヒヤヒヤしていました。みそにさんのつむつむの手が止まった姿も印象的でした。あれ、手が止まってたんだ、私。それダメじゃん。うん、ちょっとなんかきっと気になりすぎたんだろうね。で、あの放送以来、関東はめっちゃ寒いです。これは絶対滑りナイトのせいです。これで風邪をひいたら治療費を卵さんに請求しようと思っています。というわけで、卵さんの最近のあったかくなるような話があればお願いします。いや、あったかくなる話ではね、うん、なかなかないんですけどね、ハグしに行きますよ。うん、ずっとこうギュッとしてますよ。あれ、葛飾のちいさん多分男性だはずよ。いや、それでも、まあ、温めてあげないとね、うん。うん、多分みんなが気色悪いと思うかもしれないけどね。うん、大変迷惑ですね、多分。まあ、この寒さはね、どうすることもできませんね。やっぱりでもね、王子はいつもね、何度も言いますけども、うん、何度も言ってますけども、うん、はい、こう、滑って寒くなるようなトークはしてませんよ。ほら、もう自覚がないことがね、はい、困りましたね。そうだよね。はい、次お願いいたします。はい。え？はい、ではメールいきますね。はい、どうぞ。ラジオネーム、うどん県大好きさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今年緊張したことは仕事です。今の職場は2年目になりました。少しずつ改善していますが、今年も別のことで迷惑をかけて上司から注意されることもありました。
しかし上司から言われたことがなかなか理解できないことがあります。どうしたら改善できるのでしょうか。あのね、こうやっぱりそういうことありますよね。こう言われてもなかなか理解できない、もうちょっとね噛み砕いて、こう分かりやすく教えてほしいなっていうのはあるんですけども、なかなかねその上司の方もあのプロ意識が高いとね、あの自分の思った通りのなんていうのかな、その言葉でもこう発しちゃうもんだから、なかなか下の人はね理解できない場合はありますよね。あんた分かっても私分かりませんみたいな、もう実もそうなんだから。いや、あなたのトークはわからない。え、あ、そう、はい。え、わからないの。わからない。わからないときは電話してね。いや、だよね。やだ。そうか。あれですね。でも、実は上司の方も、実はうまく説明ができてないのかな。そうですね。説明の仕方が、上手じゃないっていうのがね。ね。ありますよね。はい。はい。なかなかね、2年目っていうのはやっぱり、いろいろ考える、またね1年目ってもう夢中で1年過ぎるじゃないですか、2年目ってちょっとまたいろいろ立ち止まって考えたりする、まあそうですね、ところに来てたりしますよね、もう王子いろいろねもう30年近くね公務やってますけどね、だいたい聞きませんからね、言われても聞いてないんだよね、で失敗ってことではないですけども、やっぱりうまくいかないときもありますよね。うまくいくときもあるんです。それで。だからなかなかね、すべてを聞き入れるっていうじゃなくて、まあ創作意欲を持ってですね、やるとね、ちょっと今日いい話してるでしょ？あれ、もう今さ、なんかそういう話をする前になんか、先に王子が言っちゃったらね、何を？じゃない。え？そうなの？なんかあんまり説得力がないですね。説得力がないですね。やっぱり、あれ？キャバクラの話とかした方がいい？いやいや、それもどうなんだろう。あ、葛飾のちんさんが、王子さんが上司だとどうなんだろうって。いや、それやりやすいですよ。もう、私の場合はもう、上司でありながら、部下であるっていうね、そういうパターンですから。もう。はい、ということで。はい、ということで。はい。はい、エンディングですね。え、もうエンディングなの？はい。来週のテーマはフリー。はい、はい、来週のテーマもフリーです。この番組はウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 沖縄のベニーモ丸焼元部長誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、本日もお聞きくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後のね、本放送でしたけれどもね。はい、はい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。そして来週はツイキャスやります。やります。このアカウントでやります。はい、そして今日おまけ放送ちょっぴりやります。はい。はい。ガラガラ。